バカゲーです。大事な話があるわ。なんすか？はい。怖いっす。最近会ってないじゃないですか。最近久しぶりで。これだ。何日ぶり？2週間ぶり。もうほんと2週間ぶりぐらい。僕何もしてないんで、まあ言ってもいいですけど。大丈夫？いや、怖いんですけど。何もしてないですよ、俺。来い！はい！手を下ろせ！話は全然進めてない。話はしょ。また問題起きとるぞ。会社です。会社だよ。会社嫌なことは俺ないよ。プライベートはお前ら目の手術で一週間会社するんだけどプライベートなのにね。問題起きとるよ。タレコミ方とある人から、はい、とある編集長から頼みました。編集長もうこれでしかないじゃないですか。とある編集長から頼みがあったけど、ドバイ行ったらイケメンがまだトラックで携帯してたら、ベトナム人なり積み込みしてたし、はい、本当でもドバイで一生懸命やっとるお前だけだな。みんなにカンタは何、とある編集長はどういうの言った、カンタが、カンタ君が当たるなよこら、カンタ君がそうですね、トラックの中で、はい、聞いた話ですよ、聞いた話ですけど、聞いた話ですけど、なんかトラックでカンタ君が携帯いじってるのを見たって。カンタは携帯いじってるのを見た。はい。ずっとドバイ行って撮影に行ったんだろ。そうです。呼ばれて行ったんだろ。しかも、まあ、撮りましょうかっていう話はあったんだろ。はい。あいつは何、実習生とか日本人はここにおらんかったの。ここはいなかったっすね。なんで出張？出張の？あ？出張で。あ、みんなが出張の時だな。翔くんと、トトシくんと、あのケンさん。ケンちゃんもあるのか。なんだ？はい。イリュージも詰め所だろ、どうせ。そうです。詰め所でパソコンでなんかやっちゃうな。はい。あ？そうです。で、あの知り合いが来たの？そうなんですよ。言っとったらしいな。言っとったらしいです。おはい。とんでもない。責任者だろ。そうですね。責任者候補が、まあ、一応リュウジと二人で競い合ってるみたいな感じだよ。はい。ほんとダメだな、でもあいつら。いや。そうでもない。何の意見聞かせてほしい。まあ、なんかあったんじゃないですか、やっぱその、やっぱ。あ？一瞬でしょ？みたいなの見たら。やっぱその、電話しとったとか。待って、好感度上げに行きたい人。めちゃめちゃ好感度上げに行きたい人。違うんですよ、違うんですよ。前好感度上げに来てる人。はい、ドバイ行っても、はい、それは一瞬だったんでしょって、お前みたいなのは。そう。携帯でこうやって見てるかもしれんよね。だから、積み込みが終わってトラックだからだんだん回ってくじゃん。下ろしたりしたら。はい。で、それはトラック止め終わって、そのとこを見たかもしれんじゃん。そうです。どうなの？聞いた話、うん、聞いた話ですよ、うん、もうなんかドバッついたらしいんですよ、その、うん、編集マンが、うん、編集長かな、はい、でちょっと編集長かな、そうです、うん、でちょっと待っとって、あのリュウジ君と撮るってなってたんで、リュウジ、はい、リュウジ撮影をね、そうです、でリュウジ君待ってる間にもドバッグルグルしてたんですよ、いるかなと思って、リュウジ君、はい、おそしたら聞いた話ですけど、リュウジ編集長とあるな、そうです、うん、でいじってたらしくて、うん、でまぁ、ちょっと、10分ぐらいリュウジ君待ってて。で、リュウジ君が来て、リュウジ君と呼びに行って、いじ取ったんですよ、まだ。まだいじ取った。で、リュウジ君取りましょうって言って、詰め所戻って。で、カンタも呼んでこいって言われて、リュウジ君に。で、呼びにしとる携帯してた。まぁ、でも見積もりとかやってるんで、リュウジ君は。ああ、それは、毎日やってないんですよ。まぁ、ちょこちょこやってない時もありました。お前なんか死んじゃうみたいな。なんてカメラの方がいい。おい別にいない。お前が悪いだろ、だって。ごめんなさい、ごめんなさい。お前が悪いだろ。僕ですね。お前が悪いだろ。お前が悪いだろ。すいません。お前が悪いんだ。僕ですね。全部僕ですね。まあ、出張行ってない時は分からんすけど。ああ。お前の主導だね。何のためにお前ら大の男が4人も今集まって社長電気いいですよって。僕らだけで足場を大きくさせてください、シャ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 って言っとんだ、お前。そうっすちゃいます、そうっす、言ってんですよ、視聴者の皆さん、こいつらは自分たちだけで会社を大きくしていきたいから、記者さん飲んでくださいと、メガネです、記者さん飲んでくださいと、
はい、私は大きくしていきたいって、はい、で、乗り換え道場の仕事をピシッとやっとんだ、はい、で、営業とも直接やってるから、まあそうです、営業から仕事をもらう会社は別会社だから、一応、はい、電車止めろ、すいませんうるせえな、ほんとなんか、投げときますね。ちょっと待って、1億円とか。1のどこが騒ぎしないぞ。こいつ停止で、すまんぞ。人生が停止させない。もう、またか、あいつら。こんな話ばっかやな。僕がいるときはちゃんとやってるんで。それなら、お前もう言うやん。ちょ、カットやれよ。いや、もう、そういうのはもう一切言わないです。言わずにやってくれるんで。あ、そう。はい、なんでおらんっけ、みんながおるでってなると、としくん。よし。おい、どうするや。俺もう、問題だぞ。そういうの一番先生嫌いだからね。まあでも、そこにいるリュウジ君が一番悪いですよね、やっぱ。リュウジやからな。そうっすね。あんまりそういうこと考えんだろ。下がどう思うかとか、はい、なあ、なあ、ちょっとこれもう問題だな。どうするの、傷つけるぞ。僕ですか僕は死ぬ、僕は傷つけるから、出張にいなかったんですけど。あ、そういうこと言った。あ、いや、違うんですけど。いいよ、いやいや、いや、お客さんがクレーム来て、いや、僕お客さんも行ってないですよねって俺が言えばいいんだな。これからお客さんクレーム来て、足場もこの間カーボードちょっと傷つけて、お前の下着がね、協力業者さんが傷つけて、社長出せ、社長出せとは言ってないけど、謝罪する、もう謝罪してないけど、だけど営業も事務もみんな動くわけでしょ、協力業者がやったこと関係ねえだろって言うか。ありますね。言うか、関係あるだろ。はい、いや、まあ僕とリュウジ君がけじめつけんとかです。あ、けじめつけるかな。僕は3割けじめつけ、リュウジ君は7割ですじゃあ気をつけたの。怖えよ。怖いけど、これちょっといいこと考えた。はい。マジで隠しカメラでしょうか。あ、それはいいっすね。やる？マジで。やるといい。ガチンコでやる？そうそうっすね。でも僕、あれっすね。え、呼び出すってことですか、社長が。いや、隠しカメラ。ドバに。あ、ドバに置けるってことですか。ああ。ストストストの方がいいんだ。そう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 。あそこ見えるでしょ。やる？マジやる？本当にだぞ。はい。やろうか。面白そうっすね。めちゃくちゃ面白い。面白いですね。でも仕掛けとるかなんて分からんすよね。絶対分からんじゃん。とりあえずまあじゃあ隠しカメラ設置します、視聴者の皆さん。はい。で今日のところはまあとりあえずお前の前に一発で許しちゃおう。じゃあ。はい。はい、で、出るよ。じゃあ、これしてください。ダメだよ。こうなるかもしれない。お前地元でそんなこと言うんか、先輩。言わないっす。楽だったんだろ。はい。ほらーって。あそこお前、そこお前突っ込むとこじゃなかったの。パスだろ、あそこーって。気をつけーって言われて。こんな気をつけするよ。はい。ラグビー部の気をつけ見せてみ。気をつけ、うわ、気をつけ、ラグビー部の気をつけ見せてみ。すいません。もうやだ、もう本当にやだ。はい、はい、お願いします。お願いします。はい、ちょっと待ってください。行くぞ。はい、行くぞ。はい、行くぞ。はい、行くぞ。目、目はやめましょう。あ、目はやめましょう。行くぞ。動画にならねえ。行くぞ。気持ちいいです。そういうことだろ、仕事も同じだろ。そうっすね。そっちばっかり取ったら足場が倒れてくるかもしれんし。目が覚めましたね。目覚めたな。はい、男俺からしろ。ちょっと怒ってる、ごめんね。あ、いや、ありがとうございます。ごめんごめん、謝るわ。すいません、ありがとうございます。聞いてもらって怖い、怖い、怖い、怖い。はい、じゃあ視聴者皆さん、はい、まあまあ本当にね、今だいぶ足場、まあ、テラが半年受けて、はい、半年で、まあ、だいぶ良くなっていいね。本当にまあ半分冗談ネタにしてるけど、まあ、しっかりやっとるな。はい、で外注も使って仕事も本当に忙しくて、まあ、リュウジも営業とかも動いて、はい、まあ、ケンちゃんもいろいろ仕事も取ってきたりするんで。そうです。まあ、みんながみんなそれぞれ、まあ、100点じゃない、まあ、もちろん100点はいないよね。だから俺を求めてもしょうがないな。15年間経営者やってたりすると、はい、これから経営者やっていこうっていうのはもちろん違うでさ、まあ、面白おかしく楽しく起こりながら
できればいいと思いますけど、はい、まあ、またこれで成長したらいいんじゃない、みんなが。そうです、よろしくお願いします。じゃあ、またねー。